橿原市のうねび高校ではこのほど校内の食堂、いわゆる学食がリニューアルされました。生徒が企画から施工まで深く関わった新たな学食はミランと名付けられ、昨日お披露目会が開かれました。学食を運営するうねび高校育友会では、老朽化した設備の改修を通して生徒たちの課題解決の力を育む機会にしようと、去年プロジェクトを立ち上げました。以来、現在の2年生と3年生の有志およそ20人は、一人一人が現状の学食を注意深く観察、デザインの専門家なども交えて意見を出し合い、多様なコミュニケーションが生まれるカラフルな学食を作るというコンセプトを設定しました。リニューアルされた学食は、テーブルを自由に配置できるよう、8人掛けのテーブルがほとんどが2人掛けに変えられました。内装や天板には吉野さんの杉材が用いられ、使いやすさと親しみやすさを兼ね備えた空間に生まれ変わりました。新型コロナウイルスの影響で予定通り進まない時期もありましたが、生徒らは専門家の指導のもと家具作りにも加わったといいます。一人で来る人もいれば友達で来る人もいると思うので、それぞれに応じて楽しく利用してもらいたいっていう思いがあるので、多くの人にとって憩いの場となるような学食であってほしいと願っています。